横でねギターを弾いてくれてるのは実は私の息子でございまして、下村明子さんです。一緒にやるのは今日が初めてでございましてね、まあ、いわゆる思い出作りですわ。ね、近い将来、あ、そういえば親父とやったことあるな、ライブみたいなことをね、思い出して記憶の断片に残してもらえれば。先ほどキーボードを弾けたのが、あれは私の娘でございまして、別にファミリー工作ではないんですけど、たまたまそういうことになったんですよ。まあ、娘とはね、結構いろんなところで東京へ行ったりもしてますし、それこそ熊本にも行ったりしておりますのでね、家が上にも記憶には残るやろうとは思うんですけど、息子とはね、あんまりやっておりませんので、そんな親父もおったぜみたいな感じで、でね、一緒にやるにあたって妙にこいつが次の曲サイレントラブやるの、やるの、いや僕は実は他の曲をやらなかった、マスターもね、実は好みの曲があってね、いう方があったんです。妙に息子がサイレントラブ、サイレントラブ、やっぱりやらないかんのかなというやらせていただきます。まあ、熊本とか、そうか、思い出作りのサイレントラブ。さあ、この思い、熊本に届くかしら。大人の深い愛情を歌ったサイレントラブ。ただあなたのそばにあるだけ、ただの裏声ちゃう、ただそれだけ。目立つことはなく沈黙のままに振る舞う、それは雫のように潤い、日だまりのように穏やか、大人になる
愛は声にも言葉にもならない。